川崎洋介はアメリカ、ニューヨーク出身のバイオリニスト。父はバイオリニストの川崎正夫。父である川崎正夫の手ほどきを受け、6歳からバイオリンを始めた。10歳で余家に入学を認められたジュリアード音楽院でドロシーディレイ、ジョエル・スミルノフラに指示し、1998年に卒業。 1999年から2001年まで、モンゴメリー交響楽団のコンサートマスター、大阪センチュリー交響楽団の主席客演コンサートマスターを務めていた。現在は、ニューヨークを本拠に、ソリスト、室内楽奏者として、ゲーリー・グラフマン、カール・ライスター、竹沢京子らと共演。斉藤記念オーケストラ、水戸室内管弦楽団のメンバーでもあり、現在カナダの、 オタワナショナルアーツセンター管弦楽団のコンサートマスターを務める。また、2004年に無事知合相談のコンサートマスター、フェデリコ・アゴスティーニやア,アカデミカ始終相談のジェームズ・クライツ、東京クワルテット創設メンバーの原田貞夫とと共に、アミーチクワルテットという弦楽始終相談を結成した。アミーチ弦楽始終相談や、 トリオプラスとして世界中で室内学講習会を行っている。また、小沢国際室内学アカデミー奥氏がアフィニス夏の音楽サイトで更新の指導にも当たっている。ありがとうございます。